こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。今回は公式戦2戦だったかな。そうですね、公式戦2戦、行ってみましょう。長分け持つ。系が強い。逆転。まどか。相手のボールシェア率が圧倒的に高すぎます。お、ここでポッティがイエローカード。さすがエルナンデスが拾う。まっすぐ拾い返す。チャンス入った。そしてなんとか最後から久留米を倍縮、先取点をねじ込みました。前半終了です。さあ、ここで窓から疲れています。相手やらないといけません。それで、後半に行きましょう。交代枠は3人までです。今度は
エヌカだ。レッドカード。今サチコは疲れている。サツキと交代です。そのサツキはミオとポジションチェンジします。危ない。交代枠使い切りです。オフサイドですね。これはちゃったね。残り15分、今の状況両方ともたどり着かれてる感じですね。ノーアイするか。さあしっかりボールをキープだ。逆転してますね。2点目と言いたいところだが、この両サイド気をつけろ。おお、ゴールキックになります。さあ時間は刻々と過ぎていきます。さよ、アディショナルタイムは2分です。ここで試合終了。1対0逃げ切りました。唯一を得点。最後は抜け出て、これをくるみが鮮やかなバイシクル。サインいただきました。シューはキープ。お、スコブダガマに4点差つけてますね。リードを広げております。武蔵野ホーネッツ8位です。昨年11位のチーム、そんなに強くない。ただ川上は気をつけないといけません。
見えますね。オールラウンダーって書いてます。勝率圧倒的 60% だが、一つ転べば危ないかも。戦だったんだ。あと4戦ですね。気をつけろ。サイドへ。うまい。これは出されてしまいました。ジャブをするように。これは厳しい。ロングスルーです。おっと、最後当たった。1対1入った。いいですね。ミドルですね。エリア外からシュートを決めました。熱き横飛び。ちょっとサッカーが荒くなってる。続いて津波のサッカーで行きましょう。いいですね。あ、ちょっとパスが良くなかったか。前半終了です。2人疲れてる選手がいる。そうですね。前後半開始直後、切り返しの前が緑、見事でした。さあ、相手は当然攻撃的に肘に変えてくるでしょうからね。守らなければなりません。これから緑回さない。いや、
右に逸れてますね。さらに攻撃的に陣を取ってきます。しっかりボールをキープ。ああ詰めに取られてしまう。これはくるみがナイス。ああだがだいぶ相手選手のいるところに出してしまった。必死にチャージしてますね。危ない。くるみっつ夏木が取る。残り10分。緑幸子ファール。こちらボールのフリーキックになりまして、緑これケイザが取ります。アディショナルタイム、あっという間にほとんど時間がない。ここで試合終了、2対0で武蔵野ホーネッツ勝利です。これが先制です。相手ボールの方が支配率高かったのか。シュートはこちらが上がってますね。その結果の2対0。4点差は変わりません。これ19戦残り3戦となりました。3敗は早く喫したものの、その後は連勝続きですね。引き分けがありません。あと残っているのは佐世保ドッグス、ペンタゴンの下位3チームなので、普通に戦えばこれは優勝でしょう。もちろんジャパンカップなどもありますんでね、メンバーを落とすことは危険ではあります。しっかり固定されたメンバーで戦う方がいいです。ということで、次回はジャパンカップ1回戦だけど、これは簡単に突破するんで、面白くないと思われるので、佐世保ドッグスとの公式戦も、ね、お伝えしたいと思います。次回もぜひ見てください。
よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。ツイッターのフォローまだの方ぜひお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。